神陽光藩士9月公部24年9月23日は、後の李氏朝鮮初代王、李性刑の第一夫人。本願は、安変。藩士は、高麗後期、現在の北朝鮮環境南道、栄光で生まれ、15歳の頃、2歳上の李性刑と、結婚し、六難二条を設け、観光で暮らした。夫は後に平家系で、第二夫人となる孔子をめとり、 彼女は里妻と呼ばれ、皇子は慶妻と呼ばれた。これは当時、駒が一夫多再生を取った風習であった。だが、藩士は有力豪族であった皇子と比べ身分が低かった。1388年、李政慶が両党征伐に向かう途中、王力皇の伊賀島で引き返す、伊賀島海軍という事件を起こし政権を奪取。その頃彼女は避難し、強難。 カオルエンが守った。政局の混乱で心を痛め、1391年、55歳で病没した。朝鮮建国の1年前であった。彼女は、不死人、追巫ことされ、第二大王、低層即位で、神太陽光と、追巫ことされた。しかし、朝鮮中期の分身、総事列が不適切と上訴し、神陽光と修正された。ありがとうございます。